ダークエンジェルはアメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド。米国西海岸のスラッシュシーン霊名球から活動するバンドの一つ。解散の変遷を経ながら2013年に活動を再開した。1981年、ジム・ダーキンらを中心にヘビーメタルバンド、シェルシャックを結成。後に同盟バンドの存在を知り、1983年頃に ダークエンジェルと解明する。1985年、ファーストアルバム、We Have Arrived でデビュー。1986年、ドラマーのジャック・シュワルツが脱退し、公認に、スレイヤーのローディをしていたジーン・ホグランが加入。新 A レーベル、コンバットレコードに移籍し、セカンドアルバム、ダークネス・ディセンズをリリース。業界から高い評価を得る。1989年、ボーカルが、 ドン・ドーティからロン・ライン・ハートにベースがロビー・ヤーンからマイク・ゴンザレスに交代。サードアルバムリーブ・スカーズをリリース。初めて全米チャートにランクインした。1990年、ジム・ダーキンが脱退し、後任に元バイキングのブレット・エリクセンが加入。この時点で創設メンバーが消滅し、ジーン・ホグランらの主導体制となる。同年、初のライブアルバム。 ライブスカーズをリリース。1991年、ホースアルバム、タイムドーズノットヒールをリリース。1992年、フィフスアルバムの制作に着手するも、ジーン・ホグランのデス・カニューなど、各々が新たなキャリアを追求し始めバンドは崩壊した。2002年、ジーン・ホグランらを中心に、10年ぶりにライブ活動を再開。しかし創設メンバーは、不参加であった。 2005年、ロンラインハートが健康を害した影響もあり、活動を停止する。2013年、創設メンバージム・ダーキンが復帰し、活動を再開。翌年からは、アルバム制作にも着手し始める。2016年、スラッシュ・ドミネーション16にて初来日公演。デビュー30周年を記念し、カナダにて、ホースアルバム、タイム・ドーズ・ノット・ヒールの完全再現ライブを実施。 スラッシュメタルの中でも、同郷地域のスレイヤーのようなアグレッシブなスタイルを特徴とする。地元ロサンゼルスには、近隣サンフランシスコのベエリアスラッシュといったような明確なスタイルがなく、ハードコアパンクやノイズブームの影響が大きかったと説明している。フォースアルバム、タイムドーズノットヒールの初版に使用した、キャッチコピー、9曲で67分、246のリフ。 については、ジン・ホグランが実際に自身で数えたと述べている。何気ないエピソードとして話したつもりだったが、当時の担当者に宣伝で使われたと明かしている。ありがとうございます。